はい、どうも、うみです。本日も、デンジャラスお絵描き、続きからやっていこうと思います。こんなにね、可愛いね、タイトル画面だけど、内容は結構えぐいからね、このゲーム。イラストもすっごい可愛いんだけど、うん、闇深いです。はい、やっていきましょう。ステージ21、呪ってもうさ、問題が怖いもん。いきなり？もういきなり問題が怖い。呪って、呪、あ、待って、呪うって感じどうだったっけ？こうか。はい。一筆書きで一応書ける文字のやつを書かせてきたね。いきなり。ちょ、書き順はあれだけど。たたってやる。どういう問題これ。どういう問題。あ、でもさ、呪うって漢字がわからなかったらこの問題さ、クリアできないんだよね。よかった。私、漢字超弱い。私が一応わかる漢字だった。はい。楽にさせて。うわ、うわ、うわー、こう？うわあ、ねえ。なんでそんな呪ったりさ、こう殺したりしなきゃいけないの？長い間お疲れ様。うわ、ちょっと重いその言葉。うん、重い。ステージ23、走っちゃダメ。お、これは、走っちゃダメっていうのを、あれ分からせるために一回転ばせるのかな？だから、なんか石鹸かなんか置いて、あ殺しちゃった。ね、分からせるつもりがね、殺しちゃった。ごめん。ほらね。怖い。ほらね、だって。何その一言。いや、殺さんでよくない？そこまでしなくて。まださ、子供っぽいしさ。うん。まだちょっと痛い目合わせて分からせるぐらいがいいじゃん。殺しちゃいかんよ。殺したら終わり。あ、かわいい。おやつをあげて。ね、なんか、ドクロマーク。え、骨？骨掘り上げちゃった？おやつをあげて。こう、骨を与える。こんなんけ、骨。はい。あ、かわいい。え、めっちゃかわいいんだけど。多分それでも人間の骨なんだよね。おいしい？まだたくさんあるからゆっくり食べて。掘り起こせば、いろいろ出てくるのかな？何人やったのかな？この飼い主は。はい。ステージ25、涼しくして。あ、うちわがない。あ、アイス？うちわ？うちわかな？あ、うちわだね。なんかもっと熱くなってるよ。え？なんで？はい。東京の夏は、うちわでは勝てない。いや、知らん。東京の夏か知らん。ここが東京かどうかは知らん。そんな情報何もない。この太陽だけで東京って判別しなきゃいけなかったんだな。はい。彼を興奮させて。彼を興奮させて。これ、下着になるみたいな。はい。おっぱいを付け加えるってか。おっぱいやったら興奮するの？もうただの変態じゃん、それ。おっぱい、巨乳好きじゃん、ただの。ふん？でも、やくない？おっぱいがちっちゃいからってさ、そういうさ、なんかね、興味を持ってくれない男だったら、こっちから願い下げって感じだけどね。はい。洗礼を浴びさせて、また、そういうちょっと、女の子のいじめみたいな感じのことをさせるの？はい、バッシャーン。あ、なんだって？あら、なんだって？ダメ？私の今の下手な絵じゃ。え、もうこういうこと？え、違う？え、私、え、どういう絵を描けばいい？もう水、バッシャン。むずい！待って。多分描きたいことは合ってるんだよ。だけど、いや、もうそういう、むずい。いいじゃん、さっきのでも。いいじゃん。ちょっとぐらい違くて。はい。転校おめでとう。うわ、もう最悪、超意地悪いじゃん。え、もうなんでこんな意地悪な子に育っちゃったわけ？ね。で、転校おめでとう。おめえが転校しとけ、ほんとに。はい、ネクスト。ステージ28、必殺技を使って、おー、なんかかっこいい。勇者、ドラゴン。必殺技を使って、どういう必殺技するの？この勇者。もう巨大な剣になるみたいな。ねえ、どんな必殺技？ちょっと、え、待って、もしかして竜の方必殺技。この炎を出すみたいな。ぼわー。あ、そう。そっちだった。そうだね。なんか私勝手にもう勇者の方をね、どうにかするって、必殺技勇者って思ってたけど、そうだよね。敵も別使うもんね。帰ったら姫とイチャイチャするんだろ？リア充しねえ。そういう恨みがこもってたんだ、このドラゴンには。そっか。ごめんね。うん。ドラゴンだってね、リア充したいし、イチャイチャしたいよね。ごめん、人間ばっかり。ごめん。ステージ29、とどめを刺して。あー、これは剣だね。こう、ぐっさりと。うわー。うわ、背中切ったんだ。それ。
あ、背中、え、背中、まあ、こういう場合って大体お腹切ってるんじゃないの？背中？はい。どういうこと？つまらないものを切ってしまった。はい、まあ定番のね、お決まり台詞なんですけど、え、どういうこと？背中？背中を刺す？え、なんかさ、こう、うわーってこう、お互い向き合ってこう、やって、ぐさって感じだから、お腹じゃないの？背中か。うん、そっか。ステージ30、馬を捕まって、馬を捕まって、捕まえて。おりゃー、なぬ？なぬ？どういうこと？普通に紐でこうして、こんな感じはダメ？え、ん？どういう絵を描けばいいんだ？なんか答えわかるんだけどね。どういう風に描けばいいのかわかんない。普通にこう。ごめんなさい。ちょっとめちゃくちゃいろんなさ、描き方やってるんですけど、マジでわかんないから、ちょっとヒント見ていい？ヒントってかもう答え。あ、そういうこと？そういうこと？あ、ここ？あ、もう巻きつかれたところを描くんじゃないってこと？あ、もうわかんない、それは。それはわからんわ。ああ、もう私完全に馬に巻きつけた状態で書いてた。そういうことね。首締まっちゃってるその馬、かわいそう。あ、やべ、強くやりすぎた。ノリ軽いんだよ。ね、生き物の命奪っちゃったんよ。ダメよ、そんなことしたら本当に。首ダメよ。助けて。浮き輪か、これは。はい、浮き輪。はいはいはい。これ普通ですね。あ、なんか平和なの来たね。はい。危ない。広告押す。あ、押しちゃった。この広告のタイプね、めっちゃ厄介だよね。押しちゃうんだよね。ありがとうって、あれ？友達がいない？え？え？ありがとうってあれ？友達がいない？どういうこと？なんで友達いないの？え？友達沈んじゃったってこと？え？どういうこと？どういうこと？ちょっと待って、怖い。浮き輪を奪ったとかそういうことかな？いや、サイコパスな顔してんもんな、この男の子。はい。ドアを開けて。え？これ鍵持ってるから鍵穴を書くみたいな。ああ、何？監禁してるの？女の子。なんで？パチンコ行くから金よこせ。はい、てめえ。もう、あの世、消えろ、消えろ。ちょっとめっちゃ言葉選んだ、今。死ねえって言っていいものかどうかと思って。うん。いや、もう、いかん。もう女の子逃げて。今、なんか隙見て。パチンコ、とりあえず今は金渡そう。で、そのまんま逃げよう、家から。うん。出て、もう一生こいつはもう生きていけないようにしよう。うん、どうにかして。はい。もうよくない。パチンコ行くから金起こせ。てめえで行け。勝手に金持って行け。金稼いでやってこい。女の子になりたい。ステージ33。え、これは髪の毛かな？はい。おっさー。あー、かわいい。え、カツラかぶっただけでおじさんも可愛くなるんだよね。はい。ちょろいぜ。本当にちょろいね、後ろの男。大丈夫？本当にそれ見る目ないよ。なさすぎるよ、いくらなんでも。ステージ34。逃がさない。逃がさない。え？あ、ここなんか檻が一個だけ。ここ空白あるから、ここに付け足す？あ、あら、かわいい！ライオン、乙女ライオンになっちゃった。乙女ライオン。ピエン！逃げられなくなったから、急に媚び売り出したってわけ？もう、かわいいな。かわいいよ。ライオンってかわいいよね。動物園でもライオン見るの好き。足りない部分は？あ、いや、もう簡単。はい。ブラックパンプキンになった。もうすぐハロウィンですね。早い。もう10月だからね。みんな、ステイホームだぞ。怖い。こんなカボチャ頭に監視されるのは怖いよ。ステージ36。雷を書いて。雷。はい。はい。なんで？書いたやん、雷。何がいけなかった？この子に打たせなきゃいけなかった？書いたじゃん、私。左にも同じの。ダメだったの？この人間に浴びさせなきゃいけなかったんだ。早く家に帰りなさい。どうしてそんな帰らせようとする？いや、まあ、うん、雷来るならね、帰った方がいいけど、うん、こんな直撃する確率低いからね、相当。ステージ37、生き物を入れて。生き物を入れて？魚？はい。あー、サメか。私も今、魚、なんか変な魚になっちゃったけど。うわー、これ、もう逃げられないでしょう。はい。スリルを足しました。スリルってレベルじゃないよ。もう死ぬんよ、これ。ダメだって。サメを投入しないで。ステージ38。捕まえて。捕まえて？網？こう？あー、うわ。何するの、それで。なんかもう絶対いかがわしいことが、なんか、するでしょ、絶対実験で。こんな人に捕まったら。
これで一儲けしよう。うわぁ、もう人魚頑張って逃げて。よくない、いや、よくないことされるから、絶対に。ステージ39、逃がして。え、この泥棒逃がさなきゃいけないの？やだよ。なんで逃がさなきゃいけないの？逃がして。これドアがないってこと？窓を書いてあげる？あー、そういうことね、やっぱり。うわぁ、もうなんで私ほんと泥棒の手助けしちゃった？あばよ。そんなさ、なんかもうすぐ破れそうなサンタさんの袋みたいなの入れてね。あ、今からサンタさんでいろんな子供に配ってあげるのかな。あ、それだったらいいよ。うん、それだったらいい泥棒です。はい。邪魔しないで。何？お母さんが邪魔して入ってきたから、メガネ、これオタクでゲームしてんのかな？じゃあドアを書いてあげる。あ、いやーもうそういうこと。ゲームしてんのかと思う。エッチな本読んでるだけじゃん。はい。ただのド変態だ。お母さん、お母さん今すぐそのドア開けて。